こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、アンティシペーションのフィルインの、まあ、前半、前回は後半をいろいろやったと思うんですけど、前半の方がいろいろバリエーションできるんですね。ここの部分ですね。これはギターとかベースがジャーン、ジャーンって弾いてるね。こうジャーン、ジャーンって弾いてるから、そしたらここはやっぱ長い音符だからクラッシュとバストラ。ここもクラッシュとバストラで合わせたいってことね。で、そうすると青の部分はこれ、こういう風になるのね。だから頭がジャーンってやるから、頭はバストラとクラッシュが良くて、そうすると頭拍のある音符っていうのは6個プラス2つで8個しかないんですよ。で、後ろ側の方はまずこの基本形はですね、このダーン、ダーン、こう、ジャーン、ジャーンって言ってもいい。もちろんこれでもいいんだけど、ジャーン、こう、シンコペーションっていうのは裏拍を強調するので、その手前の強拍、つまり安定した拍は強調した方がジャンプしやすいので、ね、こういうの蹴り足と呼んでて、僕はシンコペーション前段音って呼んでます。シンコペーションの手前に強拍を強調してあげないとみんなジャンプしにくいからね。だからここをここに向かってクラッシュからフィルインでつなげるっていうのを 1A2A3A4A5A っていうふうに順番にやっていきたいと思います。すると、まあ、愛子さんとかね、ああいう曲のやつの場合にものすごくバリエーションが作れるわけですよ。ドラムで言うと、ジャズ系で言うとウォーターメロンマンみたいな、タララタララタ、あそこずっと同じじゃん。だからずっとみんな、だから飽きちゃうので、こういうふうにバリエーション作りたい。そしたらここは蹴り足なんだけど、こう2つ分割するとなだれ込んだ感じがする、みたいな感じね。グッて蹴るんじゃなくてそのままジャンプしたみたいな感じになるので、なだれ込みパターンって僕は呼んでるんですが、なので1から1と B、 2と B っていうのを全部やってみます。はい、こういう風にすると、まあ、ここのフィルインは前回やってるので、ここもバリエーションできる。だからものすごいいっぱいできるところね。で、これが意外とみんなやってない盲点です。要はこの前段を打たないまでも、しかも裏拍しか入れない。だからこれものすごく不安定に聞こえるけど、うまくやるとハイハットとかみたいに踏むといいかな。せーの、感じですね。という感じで、やってもらうと、ここだけでも、これタムに移動したらものすごい数あるから、こんだけでもできるって感じですね。そしたらもう一個、今度はですね、こう繰り返す時に毎回クラッシュ行くよりかは、もう頭吐く、僕が考えてるのはその到達地点、まあこれは大阪さんもそうやって言うけど、ターゲットノート、ターゲットノート、向こうに向かおうとだったら、と途中は多少ずれててもいいって考えるわけですね。だからそうすると、ここのクラッシュもやめて、もうこっちを主体にすると、だからクラッシュはなくても良いってことね。だから裏拍から始めてもいいしみたいな。それやりだすとちょっとキリがないんで、今回こうしましたが、で今回ここね、例えばタカタカみたいに、例えばこう今4番をここに入れたんだけど、タカタカドンドンっていうのを入れたんだけど、これをこのバスドラ、バスドラで言ってもいいんで、これよくやるんだけど、これバスドラでこう前段音できたら、シンコペーション前段音っていうのね、ここに来たら、そしたらここスディアとクラッシュの方がこうコントラストがね、ここは勝手に僕がここちょっとバリエーションつけただけですね。という形で1番と A、 1番と2番と A、 3番と A、 こっちちょっとなしにして、もう A からいくね。 A からいくと1、2、3、4。
勝手にアルファって言って6連符も入れておきました、こんなのを使ってもらうといいかな。そしたらここをやっぱ同じようにバス裏で分割しようか。ワン、ツー、スリー、フォという具合です。でしたらさっきの盲点って言われたやつをバスドラでやってみます。ワン、ツー、スリー、フォにいろいろできますよね。こうやって考えられるパターンをいっぱい書き出してやっておくと自分のボキャブラがどん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 増えていく。だから何していいかわからないっていう人は、同じパターンになっちゃうっていう人はこうやって書き出してみて考えられるパターン全部、他にもまあ5連符だとか7連符だ、まあよく使うのは6連符、これぐらい6連符だって穴置き音符いっぱいあるわけだからいくらでも書き出せると思うんですけど、こういう練習をします。こうするとまあこれ僕なりにのこうウォーターメロンマンのね、あれ5回繰り返しがあるからそこをうまく通り抜けてみました。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ウォーターメロンマンみたいな感じにできるといいかなって。ここ3連符抜け取ったね。はい、という形で、このようにジャーンジャーンのところっていうのはこうやってこんだけこう完全に無視していけるし、最後のここだけはジャーンジャーンってやってるのを完全に無視したんですね。要は無視したりシンコペーションを無視するっていうのもありなんですよ。なのでシンコペーションをたどりつつみんなとこう寄り添いつつ、でも裏側に行ったりとか6連符入れてみたりとか、こうここをスペース空けてみたりとかいろいろやってみるんですけど、こんな感じでいろいろ書き出して自分でやってみるんですよ。そうするといろいろ書き出してるうちに、僕はものすごく書き出すの好きだったから、書き出してる時は必ずその通りやる、ね、でそれを結局頭の中で作ってやっていくと、頭の中に書いたものとちょっと違ってもかっこよけばいいかみたいな感じになるんで、本番はまああんま書き出さないんですよ。でこれ書き出してその通りやり、書き出してその通りやるっていうふうにたくさんやってると、だんだん頭の中で組み替えれるようになってくるので、そうすると最初のうちは譜面なんだけど、だんだん音で組み替えれるようになるんですよ。多分こんな音、こんな音、こんな音、ここをこういうふうに取り抜けて、こういうふうに取り抜けてっていうのができるようになってくるんですね。で皆さんやっぱり書かない、要はまあ、英語やるときね、英語を勉強するときとか、やっぱり最初書いた方が楽じゃないですか。で書いて発音して、書いて発音した方の方が早くやっぱ習得するんですね。なので新しい言語を覚えるのと一緒なんで、全部もちろん最終的には何も見ないでその場で会話したいんだけど、最初のうちは書き出して、こうしよう、足を、こうしよう、足を。例えばスピーチをやるときってみんな書き出すじゃないですか。ね、やっぱ壇上にやったらある程度のことはこう構想書くじゃないですか。なので書き出すって結構大事なんです。書き出してアウトプットして、それ実際アウトプットして、インプットしてアウトして、インプットしてアウト、新しいやり方インプットしたら実際書いてみてアウトプットしてっていうのをずっと繰り返さなきゃだけなんですね。これの作業は僕めちゃくちゃ好きで、もう本当に譜面とか段ボール箱何十箱分ぐらい捨てましたね。そのこういうの書いてはやり、書いてはやりってやって貯めてたやつがもう本当にたくさんあったんですけど、こういう努力をするかどうかですごい頭の中でなんでそんなにどんどんスラスラ出てくるんだ、最初からスラスラ出てくるわけじゃなくて、こういうのを考えられるパターンいっぱい書いてくるから、だからなんかちょっと突飛なことが、この裏裏裏みたいな、裏裏裏を裏に行く、シンコペーションに行くみたいなね、ここだから頭のクラッシュ感で抜いちゃってるでしょっていうようなこともできるわけですよ。っていう感じで考えてもらって、やってもらえばいいかなと思います。これはですね、こちらの方は LINE 登録していただけたりとか、メルマガ登録してもらえるとこの、譜面をダウンロードできますので、ぜひ詳細欄の方からダウンロードしておいてください。では本日も以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。